ジャンプ、ジャンプ。よし、よし。ヌルトリでしたね。はい、タイミングがちょっと難しかったんで、難しかった。はい。斉藤さん、はい、まあね、今の豊さんはこの過去があって今がある、まあ、みんなそうなんですけど、特にね、まあ本当に歴史がやっぱあると思うんですよね。まあその中でもやっぱいろいろ後悔したりとか、うん、しながらこうやっぱり成長していくわけじゃないですか。いろんな経験して、でもし豊さんが、まあこのタイムマシンがあるとします、うん、ちょっと SF チックの話になっちゃいますけど、うん、タイムマシンがあったとしたら、はい、そのタイムマシンに乗って戻って過去に対決したい選手はいますか？だからまあ言ったら現役に戻ってって、ね、現役にね、戻るタイムマシンがもしあったら、そういう選手とかそういうまあシーンとかでもいいっすよ。しかも未来でもいいよ。あ、未来でも全然いいっすよ。タイムマシンですか？そうだな、やっぱ稲尾さんとか当てたいよね。おー、稲尾さんってもう日本シリーズ4連投すごいっすよ、ね、剛腕だったらしいからね。そうだな、まあ、エナスさんとか、あ、いや俺エナスさんとは1回やってんだよ、はいはいはい、オールスターで、はい、でももう晩年だったんだよね。あ、まあ、頑張ったかったなるほど。でもすっごい回転のいいピッチャーだったよ。さすが品のいいボール投げるなと思ったもん。おー、現役バリバリの時はもう、じゃあだからこれからとんでもないスピードで来るわけでしょ。だからまあ打席には立ちたかったよね。おー、やっぱり。ちなみにこの今あるんですね、今のプロ野球界って言います、もし現役選手、今の、まあそれはさ、今のいや、これタイムマシンとちょっと変わりますけど、立浪が言ってたんだけど、はい、やっぱダルビッシュが一番良かったって言うんだよね。おー、やっぱ彼の球違うって言って、でもそれはやっぱ立ちたいし勝負したいし、おー、で角中にこの前聞いたらさ、角中は田中マー君って、おー、あのスピードでこのコントロールかみたいな、はい、持たれてるとやっぱ負けんわなって感じたっていう。へえー、すげえ。実際立った人のもう意見ですもんね、うん、これも角中が言ってたんだけど、はい、岸のボール、あー、出ました、ね、出た、これはねやっぱ違うっつってた、質だと思ってた。でもスピード感的には大したことないんだけど、千葉マリンとかだったらまっすぐ投げたらホップするような感じ。へぇ、角中曰くあれはもう変化球のまっすぐだけど変化球の部類だっつって。へぇ、だから向かい風になるじゃん。はいはいはい、はい、前やったあの、はい、前やった、ね、風向き、はい、だからこの風に負けないようにフォーシームでこう上がっていくんだって。ただ飛行機だとさ、はい、向かい風に飛ばないと上がっていかないじゃん。それも同じ原理でさ、ボールでもやっぱ本当にいいスピンがかかってるとホップする感覚に見えるんだ。へぇ、あとやっぱ大谷翔平のまっすぐは打席で真剣勝負で見てみたいな。あ、見たいですね。どうですか、実際豊さんがもうその現役バリバリの次の選手のあの時のままその投手たちに挑んで打つ自信ありますか？いや、技術が変わってるもん。あー、なるほど。だから技術もこう、言ってきたじゃない。まあまあまあ、そうっすけど。だから俺の中でもう理論が変わってるから、今のピッチャーを打つ理論になってる、はいはい、行ったとしても、はい、ちょっと時間がかかると思う。あー、ちょっとやっぱり対応するのに。なるほど。だからそこまでうぬぼれてないですよね。だから過去よりも未来に行きたいな、俺は。おー、何を見たいんですか、未来で。いや、やっぱりいいピッチャーをどんどん見たい。あ、まあ、過去にも伝説のピッチャーいたけど、例えば球種が少なかったりするじゃない、はい、で今のピッチャーっていうのは球種も豊富だしさ、もういろんなテクニックを持ってるから、だからそういう意味では楽しいかなと。いや、だからもうこれから二刀流も増えるだろうし、そういう剛腕も増えるだろうし、だから楽しみだよね。楽しみ、どうなってるのか私は見たいですね。だからやっぱり行くんだったら俺は未来だな。あー、でもその未来の自分と会っちゃダメっすよ。タイムパラドックスが起きちゃう。どういう意味？いや、ちょっとよくわかんないですけど、使い方も合ってるかわかんないですけど、はい、あ、歴史が変わったっていう的な感じだと思います。はい、なるほど、はいはい、気をつけてください。はい、気をつけてください。夢に勇気を。お、